君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校でやったこういう話極め、続きをやっていきましょう。今日やるのはオープニングからなんですけども、いやもうね、だいぶね、このゲームもそろそろ終わりが早くも近づいてきて、すごい寂しい思いもあるんですが、ぜひね、これを見てくださってる方はこういうゲームが好きな方だと思うんで、もしよかったらね、なんかリクエストとかコメントでいただけたら参考にします。絶対やるとはちょっと言い切れないんですけど、ぜひねいただけたら嬉しいです、コメント。はい、じゃあ今回やるシナリオなんですけど、まあ、オープニングから始まりまして、まあ、いつも通りねこうやって進んでいくんですけども、最初の選択肢が非常に重要と、まあ、非常にというか、まあ、またこの日野さんが声をかけてきまして、はい、ここで3を選びます。これ生放送でやったんですけど、動画では初めてなんで、もしかしてあのことがバレたと。それで用って何かな、倉田さん。放課後、同じ新聞部の彼女に呼び出されて、僕は学校裏の郊外地にいる。倉田さんが新聞部以外で僕を呼び出すなんて、しかもこんな偏僻な場所で僕に何の用があるのだろうか。いや、内心では分かっている。きっと悪いこと、そうに違いない。倉田恵美、彼女は僕の学年でも顔は可愛い子の部類に入る女の子だ。ちょっと元気すぎるところや好奇心が強すぎたりするところがたまに傷だが、ショートヘアのよく似合う明るくて楽しい女の子。そんな彼女が今日急に僕を呼び出したのだ。普通ならこれが告白だと思うが、彼女の場合それはありえないだろう。僕は緊張する気持ちを悟られないように努めて冷静に彼女へ話しかけた。彼女も緊張してるのか、じっと押し黙り、うつむいている。どうしよう、このまま黙っているわけにもいかないとはわかるが、言うべきことが見当たらない。あのね、モーソル君。うん、何？実はあなたに書いてほしい記事があるの。え？記事？ええ、私、実はすごい秘密を知っちゃって、それを告発するためにあなたに記事を書いてほしくて。原告の先生、川野先生、彼、女子更衣室で盗撮をしてるみたいなの。え？あの川野先生が？そんな、信じられないよ。そんな風には見えないし、いい先生だ。私も最初はそう思ってた。でもこの間体育の後、視線を感じたら女子更衣室の窓の外を先生が歩いていたの。原告の先生が体育館近くに用があるなんてありえないわ。そうかな。ちょっと待って、倉田さん。それだけ？先生が盗撮をしていたって証拠は、視線を感じて、見てみたら窓の外を歩いてたってこと？そうよ。それで十分な証拠でしょ？それに、こんなスクープを一年生で書けるなんて、滅多にないことだと思うの。だからあなたにとってもチャンスだと思うわ。言葉が出ないとはこのことだ。原告の先生も学校新聞でまさか退職させられるとは思ってないだろうな。彼女の言っていることは妄想の息を出ない。確かに原告の先生がそこで何をしていたかは気になる。でも女子更衣室があるのは体育館の3階。そんなところ肉眼で覗こうなんて普通思うだろうか。それに学校で仕事をしている以上、どこでも通る可能性はある。わかんない。もし3階の高さのところをスーって歩いてたのかもしれないよね。決定的な証拠がないのに、先生の盗撮疑惑を記事にしろだなんて、なんてことを言い出すんだ。いくらなんでも僕には付き合いきれない。悪いけど協力はできないよ。第一、物的証拠がない以上、かの先生が本当に盗撮してたかどうかなんてわからない。その状態で記事を書いて、もしも無実だったら、それこそ大事だよ。ごめんね。じゃあ僕帰るから。待って、モーソル君。あなたそれでも新聞部なの？私以外の女子だってみんな川野先生に取られてるかもしれないのに、放っておくなんてひどいわ。ねえ、モーソル君。すごい熱量だ。しつこいな。そんなに心配なら他の先生に相談したり、それこそ倉田さんが自分で書けばいいじゃないか。もう僕にかまわないでくれよ。あ。僕に追いすがる倉田さんの腕を振り払った。たったそれだけのことだったんだ。でも彼女は、それでバランスを崩し、縁石に足を取られ、後ろへと倒れ込んだ。彼女の頭がアスファルトの上で、まるで空気の抜けたボールのように鈍く跳ねて、そのままぐったりと動かなくなった。倉田さん？大丈夫？倉田さん。彼女の肩を掴み、揺さぶる。
パタパタと雨が降ってきたような音がして、真っ赤な血が彼女の後頭部から地面へと落ちた。手のひらがぬるりと滑る。彼女はもう僕に何も言わなかった。だって彼女は、もう死んでる。死んでいるんだ。心臓が張り裂けるんじゃないかと思うくらい脈動してるのがわかる。頭がゆっくりと熱くなっていく感じがして、目の前がぼんやりとにじみ、耳鳴りが大きくなっていく。僕のせいじゃない。僕のせいじゃ。だって、彼女が悪いんだ。僕は構わないでくれと言ったのに、しつこくしたから。それにこんな風になるなんて誰が考えた？そうだ、僕は悪くない。じゃあここにある死体は誰のせいだ？僕のせいじゃなくても、このままじゃ僕のせいになる。とにかく、この死体をどうにかしなきゃならない。どうすればいい？どうすれば？考えろ。考えろ。それではご出棺です。皆様、合掌でお見送りください。出棺？見れば遠くで建物から霊柩車がたくさんの人に見送られて出ていくのが見えた。そうか、ここは斎場の裏手なのか。そうだ、これを利用しない手はない。僕の今後の人生を守るためだ。僕は倉田さんの死体をゆっくりと引きずり、一歩一歩足音を殺してその場から離れた。もう誰かしら通りそうなもんだけどね。はい、というわけで今回はこの話、嘘の埋葬。僕に相談って何ですか？ああ、今度壁新聞を作ろうと思ってな。それのまとめ役をお前に任せたいんだよ。それで今日その話し合いを飯でも食いながらどうかなって思ってさ。そうなんですね。でもすみません。今日は父が早く帰ってくるので、家でご飯食べなきゃいけなくて。また別の日でもいいですか？そうなのか。それじゃあ仕方ないな。また日を改めよう。今度の土曜はどうだ？わかりました。じゃあ土曜日に。まさかの休日。ああ、じゃあ気をつけて帰るよ。はい、お疲れ様でした。僕は平静を装えただろうか。いや、きっと大丈夫だ。変に警戒をすればするだけバレたりするんだ。いつも通り。そう、いつも通りでいればいいんだ。なあ、モソル。あ、はい。倉田知らないか？いえ、知りません。そういえば今日は来ませんでしたね。ああ、あいつが休むなんて珍しいからさ。同じ一年だから何か知ってるかと思ったが、知らないよな。悪い、それじゃな。はい。日野先輩の背中が見えるうちに、僕はきびすを返して、いつもよりゆっくりと歩き出した。見送ったり、この場で走ったりしたら、日野先輩に何かを感づかれるんじゃないかと、恐ろしくて仕方なかった。急に走ったりしたらさすがにね、なんで走るんだーってなるもんね。僕は忘れていたのだ。日野先輩という存在を。彼がどれだけ鼻の利く男かということを。日野先輩が倉田さんの名前を出したということは、もう時間がないということと同義だ。僕は家に帰る道を途中で変え、あの郊外の斎場へと向かった。昨日と違い、斎場はしんと静まり返っている。斎場のスタッフが話していた通りなら、今日は友引きのため休みのはずだ。辺りを見渡す。人の気配はない。これなら行けそうだ。僕はなるべく気配を殺して、裏口の方へと回った。昨日しばらく観察して分かったのだが、この斎場は裏口を業者用の出入り口として使用していて、基本鍵はかかっていない。休みだとしても警備員の出入りはあるため、開いているはずだ。ドアノブに手をかけて、ゆっくりと回す。よし、開いてる。天は僕を見捨ててはいないようだ。扉の隙間から中を覗けば、非常灯の明かりがついた長い廊下が続いている。受付にある警備員室の明かりが見え、そこからかすかに音が聞こえる。今ならいける。滑り込むように中に入り、そのまま廊下の一番奥にある扉を目指す。広い式場内で僕の気配以外は感じられない。知らず知らずのうちに呼吸さえも殺していた。たどり着いた先のひんやりとした銀の扉に手をかける。中から鼻の奥がツンとする冷凍臭がして、
ここが霊安室だということが暗闇の中でも分かった。4-3、4-4、4-5、4-8。このドアだ。僕はなるべく音が立たないようにドアを開け、中の白い箱を引きずり出した。白い布の棺には知らない名前が書かれた紙が貼り付けられている。棺の蓋を覗き込めば、そこにきれいに化粧を施されたおばあさんが死んでいた。小柄なおばあさんだが、死んだ人間は見た目よりもずっと重い。硬くなった体は曲がらないため、大きな板を運ぶようなものだ。乾いた肌は滑りやすく、人体の丸みを帯びていて持ち上げにくい。僕は化粧や死に装束が崩れたりしないように、おばあさんを必死に棺から取り出した。そして中に敷かれていた布団を持ち上げる。いた。僕はここに倉田さんを隠した。木を隠すなら森の中にという言葉があるように、死体を棺の中に隠したのだ。昨日スタッフたちが再式場を片付けている間に、霊安室に倉田さんを引きずって入り、近くに置かれていた棺に彼女を隠したのだ。引きずってたらやっぱでも誰かいそうなもんだけどね。ここなら多少変な匂いがしてもおかしくないし、倉田さんを探しに来るとしてもこんなところを見るはずがない。我ながら完璧な隠し場所だ。本当はこのまま二度と近づきたくなかった。だけど、日野先輩のあの目を見たとき、僕のその自信は見事に打ち砕かれた。とっさに思いついた程度のずさんな計画なんかすぐに見破られるぞと、もう一人の僕が頭の中で騒ぎ出したのだ。棺の中を覗き込む。今まで冷凍庫の中に入ってた倉田さんの肌には薄く霜が張っている。いつもなら桜色に染まっている頬も唇も、今は真っ白だ。よかった。まだ誰にもバレていない。僕は焦る気持ちを必死になだめながら、倉田さんを棺から出し、おばあさんを元に戻す。少しでも違和感が残るようなことをしてはいけない。焦るな。焦るんじゃない。こんな時こそ丁寧にしなきゃいけないんだ。他の冷蔵庫の扉も順番に開けて、中を覗き込む。棺の蓋に貼られている紙には名前と一緒に、その人がいつ火葬場に連れて行かれるかが書かれている。その中でも、一番直近のものを僕は必死に探す。そう、燃やしてしまえばいいのだ。彼女がこの世から完全にいなくなれば、僕の犯罪を誰も証明できないのだから。スマホのライトだけが唯一の明かりなため、小さな紙の日付を見るのは一苦労だ。だがなんとか明日、火葬場に連れて行かれる棺を見つけることができた。中を確かめる。そこには倉田さんを隠した棺と同じような老婆が寝ていた。先ほどのおばあさんとは違い、化粧も適当で口も半開き。目玉は水分が抜けてしぼんでしまったのか、まぶたが落ちくぼみ、皮を貼り付けた骸骨のようだ。まさに死体という感じがして恐ろしい。思わず蓋を閉めそうになった。でも迷っている暇なんかない。僕はまた慎重に倉田さんを老婆の死体の下へと隠す。何度も倉田さんの体を手で押しつぶし、少しでも薄くなるようにして、氷のように冷たい老婆の死体をその上にかぶせる。棺の蓋を閉め、天窓から中を見れば、老婆の顔がやけに天窓に近い。そりゃそうだ。本来なら一人分の棺に二人も入っているのだから。何度も微調整を重ね、ようやくそれっぽい形で死体を二人分、棺に入れることができた頃には汗だくだった。でもこれでもう大丈夫だ。あとは明日、この死体が燃えてしまえば、それで全てが終わる。倉田さんには気の毒だが、僕が悪いんじゃない。そもそも川野先生を勝手に盗撮犯だなんて騒ぐ彼女がいけないんだ。これはきっと天罰に違いない。だから僕は悪くない。悪くないんだ。おい、心臓が一瞬止まった。そしてその後に、まるで全身が心臓になったかのように激しく脈動する。まるで自分が死体になったかのように、体が言うことを聞かない。振り返りたくない。今すぐに逃げ出したい。でも、その願いを叶えてくれる唯一の扉は僕の背後にしかない。おい。声は疑いようもなく僕を呼んでいる。男の声だ。動かない体を無理やり反転させて、ゆっくりと僕は振り返った。
お前こんなところで何やってるんだ。うわ、やっぱ怖えなこれ。ああ終わった。悪魔が来てしまった。いや、どちらかといえばハイエナか。死体の匂いを嗅ぎつけて食らい尽くすハイエナ。廊下から入る非常灯のぼんやりとした明かりの中、日野先輩はキョロキョロと物珍しそうにあたりを見渡している。ここを霊安室ってやつだろ。よく入れたな。まあ俺も警備員が居眠りしてる隙に入ったんだけどな。待てよ、もしかしたらさっきのことは見られていないのか。いつもの日野先輩なら見ていたらすぐに僕の目の前の棺に駆け寄って中を確かめるはずだ。でも日野先輩は霊安室の中をうろうろと歩きながら時折携帯で写真を撮っている。間違いない、日野先輩は僕のしていたことを見ていないんだ。まだ僕は天に見放されていない。驚きました。日野先輩こそここで何をしてるんですか。驚いたのはこっちだぞ。お前に渡そうと思ってた壁新聞の資料を忘れていたのを気づいて追いかけたら急に道を外れていくから気になって後をつけてきたんだ。そうしたらこんな場所へ入っていくじゃないか。お前今日家族と飯に行くんじゃなかったのか。行きますよ。でもその前にどうしてもここに入ってみたくて前から気になっていたんですよ。学校の近くに本物の死体が寝てる霊安室があるなんてすごいじゃないですか。まあ、死体を隠したことを考えみれば、まあ、多少サイコパスと思われてもしょうがないというところかな。記者魂がうずいて日野先輩に影響されたのかな。はは、ずいぶん変わった記者魂だな。でもまあわかるよ。確かに霊安室なんて医者、警察、あとは葬儀関係者じゃなきゃなかなか入ったりしないもんな。せっかくだしいろいろ見ていこう。もうする、入り口見張っといてくれ。はい、わかりました。しまった、僕が見張り役になってしまったのはまずい。僕はできるだけさりげなく棺の前に立った。日野先輩は先ほどより詳しく中を見て回る。冷蔵庫を開けて棺の中を覗き込んだり、置かれている備品の段ボールを開けたり、霊安室はいろいろなものが置いてあって、日野先輩の意識が僕の後ろに向かないのは助かった。どうかこのまま何事もなく終わってくれ。日野先輩は一通り中を見渡すと、不意に僕の方に視線を移した。そしてその目は、僕の背後を見て、止まった。ああ、やはりそう簡単にうまくいくはずがないんだ。もうする、その後ろの棺さっき見てただろう。どうだ。ああ、おばあさんが入ってました。特に変わったとこはありませんでしたよ。普通です。やっぱりちゃんと霊安室にあるだけあって、グロい死体はないんだな。まあ、見たらトラウマになるか。はは、そうですね。日野先輩、そろそろ帰りませんか。警備員の人も来るかもしれませんし。ああ、そうだな。最後にその棺を見たら帰るよ。え？ん？どうした？ただのおばあさんが入ってるだけなんだろ？そうですけど、その、ちょっとグロテスクというか、他の棺に入っていた人たちみたいに綺麗じゃないというか、やめといた方がいいと思います。見てもいいことないですよ。そうか。でも他と違う死体ならやっぱり見てみたいだろう。もうそれは怖いなら離れてていいぞ。はい。ダメだ。ここで変に隠しても逆に怪しまれる。日野先輩もちらりとでも見ればきっと満足する。さっきまで時間をかけて倉田さんを隠したから大丈夫だ。あくまで自然に。そうさ。意識しすぎたら感づかれる。僕は努めて自然に一歩横に引いた。日野先輩が棺の前にしゃがみ込み、天窓を開けて中を覗き込む。じっと見つめてはいるその後ろ姿を見ているだけで、気がおかしくなりそうだ。一分もないだろう時間が、何時間にも感じられる。頼む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 。このまま終わってくれ。お願いだ。頼む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 ってめっちゃ言いづらいな。もうする。はい。確かに他よりはグロテスクだが、それほどでもないじゃないか。お前案外怖がりなんだな。はは、すみません。よし、一通り見たし、さっさと退散するか。もうそれ、棺をしまうから手伝ってくれ。わかりました。こんなにほっとしたのは人生でも初めてかもしれない。日野先輩は天窓を閉めると、冷蔵庫の中に棺を戻し、軽く伸びをした。いつも部室で見るような様子に、
ようやく僕の日常が帰ってきていると実感する。携帯の写真がちゃんと撮れているかを確認すると、日野先輩は僕が心から待ち望んでいた言葉をようやく言ってくれた。帰るぞ、もうそれ。はい。なんだ、警備員が来たんじゃないですか。早く行きましょうよ。ああ。いや、警備員じゃない。この部屋の中から聞こえた。そんなことあるはず。ここだ。ここから聞こえたぞ。4-8。それは今棺をしまったばかりの冷蔵庫の扉だ。日野先輩はその前に立つと、冷蔵庫の扉にそっと耳を当てた。間違いない。開けるぞ。開けるんですか？当たり前だろ。記者魂がうずいてここに来たんじゃないのか。でも、日野先輩は僕が止める間もなく、冷蔵庫の扉を開いてしまった。真っ暗な中で、白い棺がぼんやりと浮かび上がって見える。その館の蓋が、なぜか少しずれていた。蓋がずれたのか。僕、もしかしたらちゃんと閉めてなかったのかもしれません。すいません。今直しますから。日野先輩は先に行ってください。警備員が来るかもしれないから。そうか。まったく、しっかりしてくれよ。今、蓋が動かなかったか？きっとまたずれたんですよ。日野先輩、早く先に。日野先輩が棺に手をかけ、一気に冷蔵庫から引きずり出す。すでにずれていた蓋がガランと鈍い音を立てて床に落ちた。助けて、蹴って。ひっ。まっすぐ上を向いていた老婆の首がガクンと横を向く。鼻と口から何かの体液がその拍子にドロリとこぼれた。半開きの口から蚊の鳴くような細い声が漏れ出して、死んだはずのその体がゆっくりと起き上がっていく。パリパリという音は、うずく張っていた氷が割れているのか、それとも骨が折れているのか。死体が動いている。老婆の体はガクリと力を失うと、うなだれるように前へと倒れ込んだ。倉田。そして老婆の後ろから、倉田さんが濁った瞳で恨めしそうにこちらを見つめていた。頭の血が凍り、顔に張り付いている。水分を失った肌が倉田さんが話すたびにパリパリと割れて、じんわりと血が浮かび上がった。倉田さん、助けて。倉田さんが助けを求めて、こちらに手を伸ばす。日野先輩がその手を取った。ああ、もうダメだ。すべてが終わった。まさか生きていただなんて思わなかった。完全に死んでいると思ってた。でも僕はどこかでほっとしている自分にも気づいた。だって倉田さんを殺していなかったんだ。僕は少なくとも人殺しではないんだ。これから先のことはどうなるかわからないが、倉田さんが助かって本当に。そんな、どうして？倉田さんの手を取った日野先輩は、そのまま彼女を引き寄せると、すぐに彼女の細い首に手をかけて力任せに締め上げた。弱り切っている倉田さんは声を上げる元気もなく、そしてまるで小枝を折るかのような軽い音がして、そのまま完全に動かなくなった。日野先輩は倉田さんをそのまま棺へまた寝かすと、何事もなかったかのように僕がしたのと同じ方法で彼女を隠した。一体何が起きたんだ？なぜ日野先輩が倉田さんを？せっかく生きていたのに、助かったのに。モーソル、お前が倉田を殺したんだな。まさかそんなことするだなんて驚いたぜ。違う。殺したのは僕じゃない。だって今日野先輩が殺したじゃないか。僕じゃない。何言ってんだよ。お前が先に倉田をこの棺に隠したんだろ？死んだと思って。それって殺したも同然じゃないか。俺より残酷だぜ。だってこのままだったら倉田のやつ、生きたまま燃やされるところだったんだ。どうして？なんで？どうして？おいおい、わかるだろ。お前を助けてやるためだよ。モーソル、お前はいい後輩だ。それにこんなところに死体を隠そうとするだなんて、なかなか考えられることじゃない。俺はお前を高く評価してるんだよ。お前才能あるよ、殺しのさ。実はいいクラブがあるんだ。よかったらお前も入らないか。クラブ？ああ、お前みたいなやつにぴったりだ。別に入らなくたっていい。
でも、そうしたら俺はこの場で大声を上げて人を呼ばなきゃならない。お前の指紋はもうべったりと倉田の体についちまってる。もちろん俺も逮捕されるだろうが、お前の人生もおしまいだ。そんなの嫌だろ？な、もうすぐ、もう答えはわかるよな。僕に選択肢などない。だって僕は悪くないんだ。僕は罪を償う必要なんてないんだ。僕はこの先も明るい人生を歩んでいきたい。倉田さんの妄想のせいで人生が終わるだなんてそんなの、絶対に嫌だ。入ります。ようこそ殺人クラブへ。その子が新しいクラブのメンバー？うふふ、新しいお友達ができるだなんて嬉しいな。うふうふ。おいおい、こんな弱そうなやつで大丈夫かよ。一年生？私と同じだ。嬉しいな。先輩ばっかりで肩身狭かったんだもん。ひひひ。一番下っ端なんだから色々働いてもらうからね。毎回飲み物の一本くらい用意する気配りができるようになるんだよ。真っ暗な部室でたくさんの声がする。男女入り混じった声はすごく楽しそうで、ここが本当に明るいクラブ活動の場だと錯覚するほどだ。ほら、そろそろ静かにしろよ。新人が入ってから初めての獲物を紹介するぞ。名前は川野隆。鳴神学園で原告を教えてる先生だ。今回のリクエストは福沢からだったな。はいはい、そうです。川野って、前は私の学校にいたんだけど、更衣室を盗撮して他の学校に飛ばされたの。それがここ。私も何枚か絶対に取られてて、いつか殺してやりたいってずっと思ってたんだよね。え？ね、ひどいでしょ、日野様。もう判決出しちゃいましょうよ。皆さんもいいですよね。ああ、そうだな。十分だろう。判決を申し渡す。日野先輩が右手を挙げた。そして、死刑。異議なし、異議なし、異議なし。全員が右手の拳を固めると、親指を突き出し、それをぐっと下に下げた。ん？もうする、どうした？川野先生は本当に盗撮をしていた？そうだよ。そうじゃなきゃ他の学校に逃げたりしないよ。きっとこの学校でも盗撮してるんだから、死んで当然だよ。モーソル君もそう思うでしょう。じゃあ倉田さんは本当のことを言っていたのか。彼女は妄想なんかじゃなく、本当に。胃の中のものがせり上がってきて、口を押さえてうずくまった。14の目が僕の背中に集まっているのがわかる。モーソル、お前の判決は？日野先輩の声が物質に響く。倉田さん、僕はなんてことをしてしまったんだ。きっと死んでも死にきれない。僕を恨んでいるに違いない。僕はどうしたらいい？どうすればいい？だけど、本当に僕が悪いのか？元はといえば、倉田さんが普段からきちんとしていれば、僕は疑ったりなんかしなかった。川野が盗撮なんかしなければ、こんなことにならなかった。倉田は死んで罪を償った。じゃあ川野も、死んで罪を償うべきだ。僕は立ち上がって、全員を見返す。暗闇の中で14の目が、ランランと輝いていた。右手の拳を固め、親指を突き出し、下に下げる。そうだ、これでいい。僕の人生を邪魔するような奴がいるのであれば、排除して当たり前だ。当然の権利だ。倉田さんもそれを望んでいるはずだ。かわいそうな倉田さん、僕が敵を、仇を取ってやる。何も間違っていない。これが正しい答えだ。僕は胸を張って、堂々と宣言した。異議なし。怖っ。でもこうやって見ると、生放送の時に最初やってたんですよ、実はこれ。一番怖いかもね。人として。怖っ。はい。というわけでね。無事、嘘の埋葬が終わりました。はい。というわけで、次ね、そろそろ最後に、入ってくる、この後2つぐらいかな、の話で最後に入ってくるんですけど、結構ボリュームがあるやつを最後に残してるんで、まだしばらくはね、楽しめると思うんですけど、もしね、このゲームやってほしいみたいな、次のゲームこれやってくださいみたいな、あれば、ぜひコメント欄にいただけると、幸いで参考にさせていただきます。はい。というわけで、この動画楽しいと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。プライムが喋ってました。バイバイ。